さんこんにちは、ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。今回はハードオフでなんか面白そうなものを見つけてきました。一体どんなものを買ったのぜ？それがこちら。なんかハードオフに転がってた電子辞書です。ほほう、どんくらいの値段だったんだ？ 330 円です。まず相場がわからないから教えてください。説明しよう。この電子辞書はカシオ、XD、ST4800 というもので相場が1000円前後らへんらしいです。以上説明でした。なるほど、でもこれ動いたらいいんじゃない？確かにそうですね。状態はさっき掃除したのでかなり綺麗ですが、買った時は少し汚れていました。今から動作確認したいのですが、乾電池駆動なので乾電池を今から取ってきますので少しカットします。前から用意しとけ。なんか悪口聞こえた気がしますが気のせいですよね。さて話を戻して、ここには型番とかメーカー名とか書いています。じゃあ乾電池入れていきます。ちょっと場所を変えました。じゃあ電池入れていきます。ここを引っ張ると取れます。簡単だな。いやでも意外と硬いですよ。じゃあ空いたんで入れてきます。ハードオフで100円で買った謎電池を入れます。入れれたんで閉めます。閉めるときは柔らかいです。じゃあ起動させていきます。ボタンをポチッとな。さて起動するかな。あれ起動したー。あ、ごめん、喜びすぎて三脚えぐいくらい倒れそうになりました。そのまま倒れればよかったのに。これは設定ですね。ちょっとカットします。ようやく設定終わったのでメニュー項目を見せていきます。項目は、うんちゃらかんちゃら。という機能です。多すぎだろ。名前はミスター冬にしてみました。だっさ。確かに。じゃあなんか調べてみます。とりあえず四字熟語を調べていきます。なんとなく適当に思いついたことを書きます。キーボードの打ち心地はどうなのぜ？正直ちょっと打ちにくいですが打てなくはないですね。キーボードはかなり静かですね。まあ学校とかで使うならうるさいよりかはいいですよね。まあ結構使ってみて思ったのは結構使いやすいです。とまあこれで以上です。よければチャンネル登録高評価お願いします。じゃバイバイ。